こんにちは。私、芸術鑑賞会の DJV の名で大変イフされております芸術鑑賞の権威スーツと申しますけれど、これですね、これ皆さんご存知だと思いますけどね、これルーブル美術館でございます。ここはフランスの首都パリ特別市の中にあります大変有名なルーブル美術館。もともとはルイ14世までブルボン朝の宮殿として使われていたという、こんな、これなんだっけ、ルーブル宮殿っていうのかな、その宮殿の中に、この昔王様たちがいっぱい財産をそのじゃんじゃんつぎ込んで、大変高価な芸術品みたいないっぱい集めたから、お前たち庶民にも見せてやるよみたいな感じのですね、そういう発想で多分公開されていたのが始まりと思われます。まあ、その世界に名だたる美術品の数々、世界三大美術館の中の一つ、そういう有名な美術館、ルーブル美術館に来ておりまして、それを今から見学するというわけですね。これ大変楽しみなことでございます。一日で回りきれるかどうか心配という方も多いんじゃないかと思います。このルーブル美術館の中を、この芸術のその鑑賞の中ではですね、権威者として大変によく知られておりまして、私よりも芸術を鑑賞することにおいて右に出る人間はいない、そんな人間、その私からのですね、極めて有用なアドバイスを皆さんもお気になるとよろしいんじゃないかなと思いますから、よろしくお願いいたします。お楽しみください。テロに対する警戒ということで荷物検査が実施されてるんですね。ところがですね、まさか左側あんな行列してるのに、こっち側は行列が大したことない。こういうところもですね、こうちゃんと見過ごすことなく、しっかり井の一番に行く、これぞまさに芸術鑑賞の権威者だなという気がします。ルーブル美術館の中はこんな風になってるんですね。コロナ禍にですね、中世やそれ以前から何百年も時を超えて私たちの目の前に現れてくれる、そんな芸術品たくさん所蔵されておりまして、どれも非常に価値の高いものばかり、私が一生働いたって手に入らないような、そのような非常に極めて高価な芸術品がたくさん並んでいて、それを眺める機会、こんな幸運なことはありません。じゃあ切符を、美術館、これですね、美術館ですね、大人。そして切符も買いました。これで15ユーロ、夢の世界へ15ユーロで旅立つことができる、こんなに安い夢の世界への切符はここでしか買うことはできないでしょう。さて今の時間は夕方17時30分、だいたいそれぐらいです。今から楽しい見学の時間が始まります。ここはですね、夜10時までやっておりますから、じっくり余裕を持って見ていくことができます。しっかり芸術の素人へ向けて案内も書かれてますね。人だかりができてるからここかなと思ったかね、あー、ありました、これですよね、有名なミロのヴィーナスです。手が取れちゃってる、かわいそうだなと思うんですが、元からなかったのか、それともそうじゃなくて取れちゃったのかよくわからないそうです。まあ私もね、そもそもミロのヴィーナスが何だかもよくわかってないし、芸術品の見方もわからないし、ミロのヴィーナスの魅力もよくわからないんですけど、ともかく昔からテレビ教科書などで数多く登場するミロのヴィーナスを一度くらいは見たいなと思ってやってきたわけです。要するに芸術品に対するの関心があるというよりは、教科書に載っていたものに対する関心があるので、一度はその本物を見たいということで来たわけでして、特にこれに対して芸術品としての魅力は全く感じておりません。あのね、ちょっと一応言っとこうと思うんですけど、これも首がないわけでしょ。で、首があるのかないのかよくわからないんだろうなと思うんですけど、いや、もしかしたら分かってるのが取れちゃったのか分かってるのかもしれないですけどね、これは興味がないのにミロのヴィーナスにはとても興味があるっていうのは、それはおかしな話ですよね。これも似たようなもんじゃないのかって気がするんですけど、ミロのヴィーナスの魅力が分かってる来てる人がいるというよりは、単純にミロのヴィーナスが有名だから来てる、だからみんな人だかりができてるんですよね。ミロのヴィーナスってそんな素晴らしい作品なんでしょうか。まあ、それは見る人が見れば分かるんでしょうけど、私は見る人ではないのでよく分かんないですよね。有名なやつだけ見て帰ろうという合理的な判断です。なんかね、この壺も有名らしいんですよね。ふーんと、あれも壊れちゃってるんですね。ミロのヴィーナス的な魅力を感じる方は感じるんでしょう。あー、壊れちゃってる、バラバラ。よく考えてみりゃね、みんなぶっ壊れた銅像に対してね、銅像じゃないのか、石膏っていうのは分かりませんけど、よく考えてみればね、みんなぶっ壊れた美術品に対して一生懸命カメラを向けて撮影してるという、もはや異常な状態なわけですが、うちにあるぶっ壊れた茶碗も今度撮っといたらですね、こういうところにポイッとそこら辺になんか、ああいうところに置いといたら、みんな難しい顔をしたりとか、わーって一生懸命カメラを向けたりとかするのかもしれないですよね。本当にそういうことありえると思いますよ。おー、綺麗だなー、すごいなー。私ミロのヴィーナスよりこの部屋の方が100倍すごいと思いますけど、ね、いや、ミロのヴィーナスも見る人が見ればね、さっきも言ったように価値が分かるんでしょうけど、私にはよく分かりませんから、ミロのヴィーナスの写真を一生懸命撮るよりもこっちの方が写真としてはいいものが写るんじゃないのかなと思うんですけどね。立派じゃないですか。でもなんでか知らないけど、ミロのヴィーナスはありがたがれるんです。それなぜかって言ったら有名だから。もう YouTuber と一緒ですよね。私の動画よりも面白い鉄道の動画って実は YouTube にいっぱいあるんですけど、でも私は有名だから再生数が多いというわけです。なんだあれ、たこ揚げして空飛んでるぞ。なんだあれは。
私たちのような、ね、高速芸術鑑賞家にとっては、このように絵画というのは超高速で楽しんでいくものです。集団で一つの雰囲気として見るわけですね。なんとなく綺麗な感じがするなみたいな、一つ一つを細かいところまで、あの人がこんなことをやってるとか、その人の表情まで見るということはしません。なんとなくの色使い、なんとなく古いような絵、なんとなく教科書で見たことがあるような雰囲気がそこに広がっているということに関して満足を覚え、そして教科書に対して教科書と同じもの、実物を見ることができたというその事実に対してのみ感銘を覚えて帰っていくのです。実際にやっぱり見ていてもそうなんですけれど、この中で立ち止まって絵をじっくりと眺めているこういった人たちはほとんどいません。大半の人は絵に向けてカメラを向けて写真を撮ったらばすぐにその絵の前から立ち去るか、もしくはひたすらに歩き続け、なんとなく大量の芸術品を肌で感じる、これは本当に肌で感じ取るというだけのことをするわけですが、じっくりとこれの前で立ち止まってですね、この絵はここら印象派の云々とか、そんなことを考える人はどこにも存在していないように見えます。いや、正確に言えばほぼ存在していないように見えます。でもたまには私もそういう人たちに少しだけ憧れの念を発揮しまして、どういった絵があるのかちゃんと見てみようと思います。じっくりこれの前で鑑賞してみることにします。何か空に向けてこう高く伸びて、あの上に何か欲しいものがあるんでしょうね。服を着るのは忘れたんでしょうかね。しかしこうよくまあこんなうまくね、あの必要なところにうまくこう風がなびいて、布がちゃんとかかっているなという感じがするものですが、いやこれはまあ偶然の奇跡の瞬間をこの一枚の絵にしたというわけです。これは写真ではこのようなことを表現することはできません。多分写真だったらね、あの一瞬を捉えることなんかできなくて、この人が一瞬まとわぬ姿になっているその瞬間が出され、おぞましい写真だということで、大勢の人がこの前で眉を潜める結果となっていたでしょう。あの赤ちゃんはね、あれではもうすぐに今にも落ちそうな感じですけれど、幸せな家庭というよりは、おいお前やめろ、そんな持ち方すんじゃねえ、ただいまから壮大な夫婦喧嘩の勃発が、ここに見られるというわけです。さっきからですね、ずっとモナリザを探してるんですけど全然見当たらないんですよね。あれどこだっけ、711番というところにあって、この階段は間違いないんですが、案内がですねどこかしこにもあるというわけではなく、まあ概ねモナリザはこっちですよと書いてあるんですけれど、でもそんなにはたくさん書いていないのでね、その間ずっとこのように探し回っているというわけです。でそうするとなんかあそこに人だかりがあるな、あれは違うか、あれであってほしいんですけど、なんか警報が鳴ってますけど、そんなことは横目ですね。ついにたどり着きました、これですよ。あ、意外と小さいな。あんなもうみんながですね一生懸命手を上に上げてカメラで持って見つめている先にありますのが名画モナリザです。その名画というのは有名な絵、モナリザという意味で名画というふうに解釈すればいいのかと思います。あの黒山の人だかりの向こうから最前列からモナリザを眺めるのはかなり難しそうです。芸術鑑賞と言えるのかどうか分かりませんが、ようやく目的地モナリザに到着しました。これで見ようと思っていた作品は全て終わりです。つまりもともと見ようと思っていたのはミロのヴィーナスとモナリザの2つしかありませんでした。もっとこの壁一面にババーンと来てるのかなと思ったんですけど、かなりこんなに小さいとは私もね来るまで知らなかったもんですけれど、みんな一生懸命それにカメラを向けて、あのスマートフォンの画面を見る方がよほど美しい。あ、これ今撮影されちゃうとあれですね著作権のあれが発生しますので、撮影する瞬間の前に映したわけですが、ちなみにモナリザですが、それよりもまた随分と大きいガラスケース、防弾ガラスに入れられておりますが、これはロシアの人とかいろんな外国の人がですね、あのフランスに不満を持った人があれになんか薬品をかけたりとか、それからなんか物を投げつけたりとか、燃やそうとしたりとか、さまざまモナリザもテロ行為の対象ということになっているんだそうでして、それのもう対策としてモナリザだけはあのような立派な額の中に入れていられるんだそうです。フランスを代表する名画でありまして、絵といえばモナリザ、モナリザを知らない人は小学生でもなかなか存在しないという有名な絵です。私も小学校1年生くらいの時に見たような記憶があります。いや、見たというのはつまり小学校のなんかあのみんなのクラスのなんかやるようなやつでね、モナリザがネタにされてましたよ。この絵自体が特別に素晴らしいとは思いません。いや、うまいんだろうけど、私の感覚ではこれをうまいというふうに感じることはできません。ことさら他の絵と比べても、あちらの絵よりもモナリザの方が優れているとは特に思わないものです。これこそまさに有名だから見に来るという行為の典型でありまして、また私もその行為を今働いているその中のまさに一人というわけです。
面白かったです、面白かったですけどね、本当に疲れましたよね。足も疲れましたし、それから頭もとても疲れました。やっぱりいろんな絵をなんだかんだ言って見てきましたんでね、うわーっと勢いよく見ましたから。でもね、帰りたいんですけど、出口もすぐには見つからないんですよね。いや、今そこにようやく、あれこれ出口じゃ、あ、出口じゃないか、これミロのヴィーナスの方だ、また間違えちゃったな。どっちなんだろうな。もうね、完全に迷路ですよ。帰ろうったってそう簡単には帰れませんので、その途中もまた嫌がおうでも芸術鑑賞をするということになります。あ、こっちか。ちょっと疲れてきましたね、やっぱり。出口がありました。所要時間は結局40分か。実はね、この美術館を5分で出たらもっと面白い動画が撮れるかななんて最初は思っていたんですけど、結局そんなことはできませんでした。で、今最終的にルーブル美術館の地下出口からですね、もうそのまま地下鉄に乗って次なる目的地へ向かおうというところなんですが、結論を言いますとね、やっぱりルーブル美術館の見物はモナリザと、それからミロのヴィーナスを目的にしていけば美術の素人は十分ですよね。私みたいな素人だったらば。ただそれを見て出ようったらもうそれだけでいいやと思っていたのに、40分かかって図らずも数多くの芸術を鑑賞することになったわけですから、逆にですね、それだけを目的としてものすごい勢いでぐるぐる回ったのに、もう疲れ切ったし、いろんなものも見たしで、いろいろ感想も浮かびましたしね、それ以上にあそこのところですね、一日じっくり見て回ろうなんてことをやりますと、もう大きすぎてちょっと辛いものがあるんじゃないのかなと思います。そういうわけですからね。Thank you でいいかな。興味があったりとかですね、皆さんが芸術に対して詳しいとか、そういう方に関して私が何か申し上げるようなことはありません。ただ実際のところ、別に美術とかなんか言われてもよくわからないよという人でも、ルーブル美術館は有名な観光地なんだしという人は、この2つを見よう、それが見られれば十分ノルマクリア達成、そういう考え方で行くのが一番です。無理に片意地を張ってルーブル美術館全部回ろうなんてことをやりますと、クタクタになることを受け合いです、あなたの頭もそれから体もね。